注意。ゆっくりしていってね。皆さんは、スチームパンクというものをご存知だろうか。スチームパンクとは、蒸気機関を使った、古めかしくも未来的な架空の機械。もしくはそのような世界そのものを描いた作品のことで、中には、現実に作れそうでも、エネルギー転換の歴史があったために、実際に出現しなかったようなものもあり、調べてみると、面白いものが見つかるかもしれない。そして世界には、そのような世界から飛び出してきたかに見える、ユニークな SL がいたことも、このシリーズをご覧の方はよくご存知のことだろう。今回の SL も、蒸気機関のさらなる発展を夢見た、ある鉄道技師による、スチームパンク作品のような機関車にして、英国 USL の極み、裏、に君臨する、イギリス最強変わり種機関車なのだ。時は1940年代。第二次大戦が始まったとはいえ、イギリスに本格的な戦乱が到達する少し前のこと。サザン鉄道のチーフ、メカニカルエンジニアの、ブレイドは、自身の目指す、内燃機関に近づける合理設計、をモットーに、逆風の中、新たな蒸気機関車の設計を進めていた。というのも、戦争云々の前に、実はサザン鉄道、蒸気機関車を積極的に改良、更新したいという会社ではなく、むしろ電化を進めて無煙化したい、という方針だったため、ブレイドがチーフ、メカニカルエンジニアとなるまで、蒸気機関車の更新をほったらかしていた。しかし、戦争の足音も近づく中、増えるお客と荷物を、古代兵器では裁ききれなくなってきたため、サザン鉄道の委員会は、しぶしぶ10両だけ、ブレイドに新たな大型機関車の製造を承認したのだった。こんな背景もあり、サザン鉄道の幹部たちは、新しい蒸気機関車に、特段の期待も寄せていなかったが、完成品を見てあらびっくり。そこには見たこともない蒸気機関車が待っていたのである。41年に製造された、マーチャントネイビークラス。旅客用として計画されて廃たが、戦争による貨客需要の増加を見越して、名目は旅客、貨物用用の SL となった。この機関車のシルエットを形成するカバー。これももちろん新しかったが、この機関車の真の新しい機構。それは車輪の内側に仕込まれていた。かなり詳しい話になるので、これまで説明を避けてきたが、SL の、ガチャガチャ動く足回り、これにはいくつかの種類があり、日本で最もメジャーなものは、ワルシャート式弁装置、と呼ばれるものである。ワルシャート式を含めて、弁装置の詳しいお話は、別の機会にするとして、ブレイドの先輩、グレズリーが開発した弁装置として、グレズリー式連動弁装置、というものがある。これは、全く新しい機構の弁装置、というものではなく、外側2シリンダーをワルシャート式として、中央のシリンダーを、外側の弁装置から伸ばしたテコで、弁の開閉を行う、というもので、伸ばしたテコやロットル一連を含めて、グレズリー式弁装置、と呼ばれている。グレズリー式弁装置は、グレズリー設計の世界最速 SL、A4 型をはじめとして、日本の C53 でも採用されているなど、世界的に3気筒 SL に採用されている。長い前置きはここまでにして、ブレイドが、マーチャントネイビークラスを設計する際、3シリンダーを、独立した弁装置で動かそうと考えたが、ロット類を入れるには、横のスペースが足りない。そこでブレイドも、グレズリー式弁装置と同じく、外側2シリンダーをワルシャート式ベースとして、真ん中のシリンダーを動かす機構を、自動車のエンジンを参考に開発した。こうして、機構の一部にチェーンを用いた、これまでにない装置、ブレード式弁装置が誕生した。このチェーンは、3つのシリンダーを動かすための、弁装置を動かすため、車軸とは別の軸を回転させている。そのため、動輪の外側には、
一応主連合がついているが、連装置が内側についているため、日本の SL よりは、若干スッキリとした足回りになっている。また、外側2つのシリンダーの間、これはほぼ台枠の中央に当たる部分であるが、ロッド部分、中央のシリンダー、車軸の内側が、大きな箱の内部に収まっており、その箱は、そこから5センチほどが、油で満たされている。この油が、車輪の回転によって、箱の内部に散布される仕組みになっており、これにより可動部への注油、外部侵入物による故障を、減らすことができるという原理である。マーチャントネイビークラスは、製造中に本格的な戦時期に突入したため、加湿をはじめ拡張、溶接で仕上げたり、早く作れるボックス輪にしたりと、戦時設計も一部に見られるが、ブレード設計の新ボイラーにより、質の悪い石炭でも、牽引力が出せるなど、戦時期には頼もしい機関車であった。重量に関しては、サザン鉄道の幹線を除いて、少々オーバー気味だったため、台枠やボイラーなどを小型化した、ほぼ同型機、バトルオブブリテンクラスが、終戦前後に、ブレードの手によって生み出された。マーチャントネイビークラスは、当初の計画から追加で、計30両、バトルオブブリテンクラスは、110両が製造され、ブレード設計の大型機は、大いに活躍した。で終わればいいのだが、実に惜しいことに、ストレートに大活躍、とはならなかった。まず、サザン鉄道の幹部の目を引いたであろう、機関車の外側を覆うカバー。素人目には、他の優先系 SL とそんなに変わらないように見えるが、実際に走らせてみたところ、デフレクターでの声優がほとんど役に立たず、ボディ近くで肺炎が渦を巻き、いつまで経っても離れないため、機関士からは、前が見えねえ。というような苦情が入ったため、マーチャントネイビー、バトルオブブリテン両形式とも、晩年や、現代の保存運行では、多くの機関車のカバーが取っ払われた。続いて、こちらの映像をご覧いただきたい。こちらは、バトルオブブリテンクラスの、本来密封されている箱の中の映像であるが、この映像が、まさにブレード式弁装置の結末を示している。本来チェーンがかかっているはずの、スプロケットに何にもかかってないではないか。しかし機関車は動いている。実はブレード式、目論見通りに手入れや、故障を減らす、という目的を達成できなかった。ブレード式の問題点を挙げると、溶接で作った箱から、油漏れが発生し、時たま機関車ごと火災に。結局手動で注油しようにも、車輪の内側の、複雑なロッド類までたどり着くのが大変。チェーンが思いのほか早く摩耗し、すぐ交換しなければならない、などなど、そんなこんなで、後にほとんどの機関車が、3気筒独立した、ワルシャート式に交換されていた。ブレードとしては、まだまだ改善の余地のあるこの機構を、さらに研究していきたいところであったが、対戦末期となると、そのような余裕はなく、3両分の部品で、4両作れると言われたほどの、節約設計の機関車、91型の製造に取り組んだのだった。戦後、ようやく研究が再開できるかと思いきや、新たな危機、が訪れようとしていた。それが、サザン鉄道の国有化である。サザン鉄道は、1948年に、他の鉄道会社3社と合併し、イギリス国鉄となるのに合わせ、運行に労力のかかる、蒸気機関車からの脱却を、さらに進めようと考えていたため、ブレードの SL 研究への出資には、あまり前向きではなく、研究を続けるなら、従来の SL とは全く違う、整備しやすくて、運行に手間がかからない機関車にしてほしい。という具合に、終戦からの短い時間で、かなりの無理難題を要求。ブレードとしても、国有化後も、蒸気機関車を使ってもいいと思わせるためにも、この研究に、蒸気機関車の静止を託すような形となっていた。
こうして、44年から始まった、全く新しい蒸気機関車計画。リーダー計画は、運用、整備の両面において、蒸気機関車を、使い勝手が良かった、ディーゼル機関車を目標に作り上げていった。開発ベースは、自身が設計した91型。この機関車の設計で、SL に最低限必要な機構を洗い出せたため、91型の演出側にも運転台を追加し、両運転台にしようと考えた。が、これだけではさすがに、イタリアのフランコの怪物と同レベルで、従来の SL とあまり変わらない。そこで、ボイラー横に、前後の運転台を結ぶ通路をつけた上で、ディーゼル機関車と同じようなカバーで覆い、整備時に、駆動台車を丸ごと交換できるよう、マーチャントネイビーに採用した、ブレード式をベースに、ロッド駆動からチェーン駆動に。こうして、91型の節約技術と、マーチャントネイビークラスの、チェーン駆動技術を組み合わせた、合理的で新しい、未来の SL、ブレードの研究の、集大成とも言える機関車がここに誕生した。49年誕生、リーダークラス蒸気機関車。一部の神塚には有名。というより、神のように崇められている英国免前回の SL である。ボイラーを、ディーゼル機関車と同じカバーで包んでいるので、この見た目なのは当然。客車と機関車を、一緒に洗車機で洗うことで、整備作業を減らすことを目指した。この機関車は、三軸の台車片方あたりに、3気筒のブレード式弁装置を装備しており、三軸間の動力伝達も、チェーンで行っている。この台車が、1両あたりに2つで、全6気筒の蒸気機関車となっている。ちなみに検査などは、この台車を量産し、新品と入れ替えることで、時間短縮をしようと考えられていた。そして、この台車に送る蒸気を作り出すボイラー。従来の、ランボード付きの SL に、カバーをつけて通路としただけでは、さすがに熱すぎたのか、ギアドロコの形式のように、ボイラーを車体の片側に寄せることで、前後の運転台をつなぐ通路を確保。加湿は、石炭の投入口を横にずらすことで、機関助手の作業スペースを確保した。ちなみに機関助手が作業するスペース、中央機関室は、ボイラー側を前、タンク側を後ろとして、左側、通路がある側のみに、出入り口が設けられている。リーダークラスは前方より、運転室、ボイラー、中央機関室、タンクと水槽、運転室、で構成されており、ほぼ同年にアメリカで作られた、蒸気タービン機関車と似たような内部構造を持ち、足回りはガチャガチャ動く SL のまま、といった感じである。果たしてリーダークラスは、従来の SL に代わる、新しい SL になれたのだろうか。その答えは、今現在も保存、運行されている SL に、こんな形の機関車がないことを考えれば、残念ながら新しい SL にはなれなかったのだろう。リーダークラスには、構造と運行環境、二つの面で問題が起きていた。最大の欠点が、通路確保のために、横にずらしたボイラー。設計段階で大丈夫だと思ったのか、甚だ疑問であるが、案の定と言うべきか、枕木方向に、重量バランスの不釣り合いが生じた。当然こんな状態では、脱線の危険もあるため、ボイラーと反対側となる通路に、重しとなる石ころを大量に敷き詰め、釣り合いを取った。その結果、牽引力は上昇したが、重量オーバーで入れなくなる路線が大量発生した。その他、焚き口がずれた加湿は扱いにくい。ほぼ密室の中央機関室や、運転室が熱すぎる。演出が真空にならず、出力が上がらない。などなど、ボイラーをずらして設置したこと除けば、致命的というわけではないが、惜しい問題点が多かった。しかし、この、もうちょっと、お台無しにしていたのが、リーダークラスの置かれた環境だった。この計画は、ブレードがサザン鉄道国有化後も、蒸気機関車の運行を、
続けさせるための切り札として進めていたのは前述の通り。しかしながら、これだけの新機構の設計を短期間で行うのは、かなり無理があったようで、46年に御用の発注、47年に試作機の製造スタート、31両の追加発注と、計画の進行をアピールしてはみたものの、完成品を披露する前に、サザン鉄道の国有化が先に来てしまったのである。その結果、新しい鉄道で、古い、蒸気機関車、を進化させてまで使おうという風潮にはならず、イギリス国鉄誕生の翌年、49年に完成した、1号機の試験を、形だけやっておこう、ということになった。しかし、マーチャントネイビークラスなどで、たびたび問題を起こす、ブレード式弁装置を使っていたために、機械的な信頼性は高くなく、従来の SL を、使い続けた方がいいのではないかという意見も出された。さらに部が悪いことに、サザン鉄道の国有化と同時に、ブレードが、アイルランド国鉄のチーフ、メカニカルエンジニアに就任。これにより、計画は中止となり、リーダークラスは、完成間近の機関車があるにもかかわらず、製造中止に。同じ頃に、先輩にあたるマーチャントネイビー、バトルオブブリテンクラスで、ブレード式から、ワルシャート式に変更する改造が始まった。設計上の問題を抱え、乗務員的にも整備士的にも扱いにくく、たった一台だけの存在となってしまった、リーダークラス。ブレードが去ったことで、未来の SL への挑戦は終わり、完成から2年後の1951年、製造中のものを含め、全車両が解体処分となった。しかしここから6年後、思わぬ形でこのリーダークラスが、スチームパンクの世界から帰ってくることになろうとは、この時は誰も、考えもしなかっただろう。